水オレ。水を牛乳で割った飲み物。水オレ。シェリフ。最近ね、北斗の拳をね、読み始めました。北斗の拳面白いですね。なんだっけ、シンだっけ、シンってあんな序盤出てくるんですね。パチスロのイメージでなんか最後ら辺出てくるんだなと思ってた。ログボーもう。はい、ボーイ。ちょっと押すの早いっすよ。ちゃんとさ、多分、部屋主権限で押してます。あ、そうか部屋主ログボでした。大変失礼しました。まあまあまあ、そこで湧いたのに、もう姿すらなかったもん、サンタさん。サンタさん見逃しちゃうか。いやいや、ありがとうございます。でも今日気持ちちょっと楽くないですか？なんかあでも、うん、なんか最近、そもそも雨汗がちょっと重い。あ、そうなんだ。へぇ、うん、人口が増えてるんですね。毎回、ボタン押される瞬間、すごい楽になるんですよね。へぇ、初迫さんがラグいのかもしれないですね。あの動体視力的に。うん、ああ俺自身。それで勝ち回線どこ回線どこね、初迫さん。俺の回線どこ追いが来て。追いが来て。回線光ですよ。へぇ。興味ない。何言ったのいや。ニューロじゃなくて悪かったな。21歳押して。はい。21歳。拳で。弱そう。拳。かわいい。拳でいい。かわいい。てめえね。21歳。じゃないの。どこに義務があるん。え、どこに義務があるん。緑ピンクか緑黄緑ピンク緑黄緑ピンク パン君パン君初手はキッチン脇やった気がする。あれ違うか。それ前の前のターンだ。前のターンだ。伊豆ターン脇やからいない。うん。忘れてください。聞いてないです。僕もキッチン脇ですよ。あれ先端さんいましたっけ。僕初手配線行ったんですよ。キッチンから展望の。あれ？エンジンから武器庫行ったの誰でしたっけ？初手で。それが伊豆さんだと思ってたけど。あれ初手、あ、それ僕かもしれない。あ、そう、ムツさん、ムツさんです、うん。エンジンがアルマ、ハタサコムツなんで、はい、ムツさん。ムツさんだ。うん。僕、最終展望なんで、停電直して。やはり端の方にはいなさそうですけどね。うん、確かに。うん。いやー、これ、夏目、かなり怪しいですね。そうなの？どうぞ。なんで、なんで？怪しいです。これ以上ない。そんな言い方ある。怪しいな。怪しいな。意味怪しくなっちゃった。パン君見た人はいないんだよね。うん。大家さんってどこ脇ですか？僕メイン脇。はい、メイン脇です。キッチンからだけ整理しましょうか。エンジンアルマハタサコムツ。キッチンが水先端で宿舎がタックです。タックメインがメイン、トーヤ・ヤーマン。はい。アーカイブはサントス。で、貨物が夏目先生か。はい、そうです。千早もいます。うわぁ、じゃあ、サントスさんん急に。急に。あ、でも私。千早がついて。一応でもいや、でも、そう。そう、だ千早アルマで最後シャワーに。そう、だいぶシャワーで千早さんと一緒にタオルタスク。最後アルマさんが合流したけどいるから千早さんシーンであんまり私が殺せる位置がなさそうに見えるんだけど、あ、うん、じゃあ右側無理じゃないですかね。どうなんすか、そこら辺左も多分いないと思うよ。でも、うん、じゃあどこにもいない、もう宇宙船にいる。もうどっかに乗らなかった、もしかしてエアシー真ん中あたりってなったらめっちゃヤーマンさんっぽくなりますね。太鼓電気に降りちゃってるんで何とも言えないですね。確かにヤーマンさんやってないよ。ヤーマンさんやってたとしたらアーカイブ脇の人をやるしかないかな。めちゃめちゃ白いんですけどね。ごめんなさい。何もなんか僕に振られると思ってなくて何の準備もしてません。メイン脇が僕です。一緒に。
ツンツツンツチ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 。ピンク。ピンク水。ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタンです。ナイボナイボ。よし、じゃあヤーマンさん的には誰が怪しいんですかね。よし、今のターンは電気解除しました、ヤーマンです。よろしくお願いします。白だな。あ、白いです。白い、白だ。白い。今のターン。前日のことはちょっと、振られるか。僕、タンクいましたか。ガックさん。僕、宿舎脇で金庫のタスクやって、宿舎、多分宿舎フィニッシュか、はしごの前の昇降機になってるかどっちかです。リフト乗った人がいるはず。最後、あ、伊豆ですね。停電直しに行こうとしてます。あ、リフト左にあったんだったらヒカックさんでもなさそうですね。宿舎は前だけ黙っててっていうのもなさそう、うん、だし、逆にサントスさんが白くなったかなって思います。ごめんなさい、アーカイブで、ごめんなさい、最速で終わって、最速で左のダウンロードしに行ったんで、ちょっと遅かったら、パン君は漏れてると思います。私、速攻でアーカイブから初めにいなくなったので。なるほど。貨物も、ちはや最速脇だったんで、後からパン君湧いてたら分かんない。夏目先生と2人きりになっちゃってるかも。じゃあ、夏目先生か。じゃあできたな夏ね。いやー、ちょっと待ってくださいね。おかしい、これはおかしいな。ちょっとあれ、あ、いや、ヤマさん、はい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 、いや、ヤマさんどこでやったんですか。このターン電気解除しました。ほんまに、さっきのターンはキルクールが開けるか開けないかギリギリぐらいの時にヤマさんを電気に見送ってます。僕がで、そのままボタンを押しに行ってます。でもね、エレキだったらメイン脇だよな。貨物屋さんいました。あ、僕はいましたよ。あ、違いました、パン君。ああ、いや、パン君は見ちゃい僕。あ、だから、ヤマさんができるとしたら、僕目線ではアーカイブ脇でパン君がシャワーメインで降りてきて、最後にギリギリ切るぐらい。あ、でも、でも貨物脇で下行ってヤマさん切るのができるじゃない。ああ、あります、あります。でも、ヤーマンのことを追わない方がいいです、皆さん。信じます。あ、でも、いや、もう6個入っちゃってます、6個入っちゃってます、はい、もう宿舎で湧いててエンジン脇が左に行った後に抜けてメインとかだったらあるのかもしれない。ああ、そうか、うん、これちょっとまずいな、広がるな。ああ、貨物先すればやった。まあギリいけるかな。はい、ミス。もういけないな、やめとこ。貨物脇か。ピンク、白ピンク。あ、やべ、今日覚えられねえ。あ、じゃピンク今いたな。はい、ボー。はい、ボーです。ちょっと早かったかもです。すみません。いやいや、まあ、ちょっと早かったですね。でかくなったな、おい。ちょっと、ヤマさん。はい。ヤマさんかな、夏目先生ってことですね、基本は。いや、あのね、ちょっと今考えてみたんですけど。はい。ワンチャン、千早さん。いや、でもバックにいるからな、千早さん、夏目の。千早さんの信頼失ったら夏目危ないから。政治考えいろいろと政治考え始めてるじゃん。大家さんがそのヤーマンさん視点で弾けるんですか。いや、だから停電中、その逆にメインとエンジンぐらいまでパン君が来てるんやと分かんないです、僕は。あれも一応メインエンジン間で僕と大家さんすれ違ってます。でメインの部屋を全部調べたわけじゃないから。はい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 、浮いてますね、じゃあ僕。難しいと思う。山崎切るとしたら他の誰かが下、あの脇位置消してます。東屋さんは可能そうですか、メインで可能そうですかっていう質問でした。山さんが怪しいんじゃなくて、あ、そうです、さっき言った通り。だからアルマ君が通ってるんですよね、多分そこ。あ、まあ通ってますけど、部屋を全部調べてないので、
なんであれば部屋で切れる可能性は全然あるっていうことですね。まあ多分ゴミ箱の部屋くらいだと思いますけどね、うん、メインで切れてたとしても。はい。女性は女性もないと思うな。僕配線やってるからレポート光ると思うけど。あ、配線やってんだ。一応ヤーマンさんを救ってあげるとすると、はい。なんで？一応千早さんがワンチャンある。貨物空きさ夏目早巻きだって千早さん遅巻きですよね多分。最速って言ってなかった。俺が早巻きだと思うよ。千早さんが早いんじゃない？嘘つきじゃん。あれ？いやじゃあまあどの道湧いた時間は違うんで湧いた時間が。いやうまいなこのキル。湧いた時間が違うからワンチャン千早さんが普通にパン君見てて並走してキルはありそう。はあはあ。千早さんって診察の方行きましたよね多分。うん、千早さんはシャワーでしょ。シャワーでしょ。もう釣りましょうよこいつ。むちゃくちゃ。いや僕じゃないんですよ。何も聞いてねえぞ。なんか一票増えてる。一票増えてる。えじゃあ夏目アーカイブのダウンロードまで行けてるから違うのかな。夏。水俺。水を牛乳で割った飲み物。水オレ。髪の毛ミルクティー色に似合うかな。耳き。ミルクティー色でお願いします。俺黄緑青はい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 、うん、はい。スパイシー王畑迫さんがインポッターです。スパイシー王です。おーアルマが、なるほど。エレクトリカルの、天気流9番でヒズさんを切ってました。そうですね。スパイの心得みたいのありますかお二人。まあやっぱりクルーメイトのために尽力を尽くすという意味では、うん、これは心得って言うとそうなっちゃうけど、ワードチョイス合ってる。ああ合ってんだ。畑迫さん的には何を考えて今回スパイをしましたか。インポスターを殺すですかね。わあ、殺意に満ちてるなぁ、これ殺意が高いということはやはりクルーメイトではないという。確かにね。あ、クルーは殺意出さないからね。スパイってさ、情報収集するさ、そうなんですよね、役職ですよね。殺めさせるためにそれ暗殺しようじゃね。これ僕あのちょっとすごい情報持ってて、畑迫さんエレキに今回、あエレキなんですけど、このやり取り、はい、エレキに2回目だったんですけど、だから怪しいと思ってついていったら見事に僕の前でキルをして、僕が死体を隠していたら喜んでいて、人が来たのでレポートされたという。いや2回っていうのはよくわかんないですけど、僕より先にアルマがメインからはしごで降りてエレキの奥に行って、僕がセキュリティのテープタスクをやって戻ったらいたって感じです。僕視点もそう見えてます。アルマさんが死体の上に立ったように見えてます。近くにいました。そうそうそう、だから死体を隠してました、はい、畑迫さんの前で。でそしたら喜んでいて、あそうそうそう、なんかあインポスターだと思ったらこいつ。企画さん目線が一番大事だと思いますよ。まあ僕目線は畑迫さんが左側から死体の方に来てアルマさんが隠してなんで、アルマさんのように見えますけど、うん、まあ言ってることは破綻はしてないって感じです。アルマさんのまあでも殺意高いですよ。でも、でもそれだったらスパイシーをしなくないですか。比較さんのストーリーだったら、あどういうことですか。そのストーリーだったら中野アルマがスパイシーをしなくないですか。アルマさんに入れます。まあ確かに、あ、うん、僕がそこでキルを取らなかったからスパイだっていうのが分かったから使用するしかなかったんじゃないですか。もうアルマ、あ僕の方が集まんのそうなの。マジドラお願いします。違うくない？まあローラーすればいいんじゃないの。右行きます。はい、スパイ仕様でどういう形でスパイ仕様されたっけ。
ひゃー白い。ナイボです。ナイボタンです。ナイボです。ひゃー白い。あ、いいですか、喋らせてください。あ、どうぞどうぞ。スパイシー王ってどっちが先にしましたっけ？アルマの方が先、ね。アルマさんが先。アルマさんの方が先だったら、余計に比較さん目線、おかしくないですけど、中野アルマが、スタインウェイに立ってて、畑坂さんが来てレポートしなくないですか？お互いインポスターだと思ってるわけ。あ、で、畑坂さんが僕切らずにレポートしたから、スパイだって気づいたんじゃないですか。うん、で、先にスパイシーをした。うん。だと思いました。あ、そうかそうか。一方通行なのか、情報が。うん、あ、そうですよね。で、一応、畑坂さんは僕を、まあ、インポスターだったら僕を切れた状態ではあったと思います。うん、切れましたね。はい、ちなみに、センターさんとアルマさんだともう一票誰ですか？畑坂さんに言うと。普通です。うん、あ、そうかそうかそうか。まあでも、でも、これ、この投票も、なんかスパイとインポスターって、もう一人いるインポスターの人分かんないじゃないですか。はい、うんうん、状況が出揃ってないんで、なんかそれを考えると、そう、あんまり投票意味ないから、なんか、まあいいか、ロラです。あ、とりあえず、あ、ロラはロラは山さん、ごめんなさい、最近ってどうぞ。すいません、もしアルマくんが、インポスターやった場合は、初日のキルっていうのは東亜さんとかばい合えるっていう状況ができたってことですよね。っていう、まあ、僕目線ではアルマさんに白は出してないですけどね。トワイさんのことは白出てましたよね。アルマ君から白じゃないですけど通りましたよって話してたんで、はい、っていうとこまで。まあ LINE じゃなくても、それかアーカイブに遅わきしててメインに降りてきて、うん、アルマさんしか会ってないとかワンチャンあるかもしれないですね。そうですね、その後ですね。ああ、確かに。サントさん早わきって話したもんね。うん、確かに確かに。その通り。もう一個目がアルマのスパイじゃない要素を挙げると、まあレポートしてないことですね。僕の方が早かったと、うん。そうか。アルマがレポートしてる方が心証いいです。そう、それを拾ってる。アルマがスパイだったら、わかんないじゃないですか、インポスターが。うんうんうん。だから、インポスターが来ると思って立ってたは、なんか理論的には成り立って、でないと思います。うん、即レポートした方が利があるし、確かにスパイ使用する意味ないですよね。うん。スタイフつける夏目先生がそれ言うんだ。いや、夏目は、まあ夏目はよく踏みつけますけども、はい。まあそうか。まあでも逆も言えるんだよな。インポスター同士でそのスタイを味方の前で踏みつける意味がないんだよなとも思うけどね。どっちとも言えると思うな。死んでる。はい、宿舎前でセンターさん死体があり、で夏目先生が金庫から来たのかな、うん、なんてっていう状況ですね。今誰かが、はい、そう、金庫から出る瞬間カメラで見合わせた。誰かわかんないけど誰かがシュッて出た、うん、で僕は武器庫からエンジン宿舎前って上がってます。で直前に千早さんとセンターさんが上に行くのを見てますって感じかな。あの直前というか、そのエンジンから武器庫に行くときに、はい、あ、まあ、直接じゃないと思いますよ。あれ、宿舎前通路で分かれたのは夏目先生と山本さんじゃないだよね。そうです、そうです。ああ、ごめんなさい、そうだあれだ、エンジンルームで千早さんが上行ったの見たと、武器庫入るときにエンジンの左でセンターさんとすれ違ってるっていう。ああ、そうかそうか、俺の後ろにいるってことですね。あ、そういうことだ。ああ、ありがとうございます。はい、今山さん的にはどうでした？もう停電で見えなかった。僕も自分が発見したもんやと思ってた。東屋さんが押してたっていう状態ですね。なんかね、いや、東屋さん死体スルーしていったような気がするんですよね。いや、僕あのレポートなってどこに死体あるんだろうってちょっと探したんですが、まあ、その過程で夏目先生と合体した感じですね。左から夏目と山さんはお互い無理って言えないですか？もう僕ごめんなさい、ほんま停電で夏目先生後ろぐらいですかね、僕の。どういう状況？山さんどこに？山さんと夏目が金庫室の置き換えタスクから並走して宿舎前に
出ました。そう、一緒に行きましたね。はい、はい、出た時はレポート光ってませんでした。で、うん、右に行ったらレポートが光りました。光った。うんうん、え、並走なの？で、並走なの？はい、並走です。で、東屋さんはエンジンから左に行ったように見えて、夏目。エンジンから左行きましたよ。で、はい、武器庫でタスクをやり、停電になってエンジン縮しちゃって上がったらレポートが光った感じ。だから実施点レポートが見えてんのに、出任せにしてはよく言えました。まあ、死体は通り過ぎてないです、確実に。はい、死体見えてレポートです。まあ、死体は通り過ぎてないけど、はい、レポートボタンは一回無視したように見えたので。まあ、無視というか。僕はでもやっぱ1日目がちょっとあれなんですけど、ね。なんか、急に夏目千早怖くなってきた。夏目千早怖くなってきた。え、ずるんか、待って。え、押した方がいい。押した方がいい。押した方がいい。押してほしいです。押してほしいです、はい。右に行きます。なんで千早さん疑わない夏目。釣られていく。うわ、ミスタースキットだったな。釣られた。ばらけちゃった。ドガナマよくなんかなんて任せでエレクトリカ2回来たとか言いましたね。幼少期から嘘をつく訓練をしてる。あ千早さんを疑ってないわけではなくて、うん、東屋さんがさっきも言ったように一回見逃してる、レポートを見逃してるような感じがして、インポスターしんどいよね。スパイいる時点でかなりしんどい。インポスターの視界では見えないと思うんですよね、夏目たち、うん、なんか能力上げた方がいいと思う。だから東屋さんを優先させてるけど、初手込みだったら千谷さんもワンチャンある。あの能力上げたらダメなのか、けど中野アルマがインポスターだと思ってるから、中野アルマも初手犯行位置なのであんまり考えてないです、初手のことは。あと今どこにいたんですか。まあ、最後どこまで行ったんですか。今千早に。はい。あ、千早最後ミーティングボタン前です。うん、ミーティングボタン前。千早さんが扉を開けてミーティングに行くとこまで。着火でも見てます。かなり2キル目ぐらいから関与しないときついと思う。夏目先生とヤーマンさんはお互い白取れてない、取れないんだよね、停電してたからっていう話。そうですね。あの後ろに影があったのは見えてるんで、まあそれは夏目先生やと思うんですけど。なんかさ、東屋さんの動きが不自然で夏目先生を疑ったんだよね、さっきの話って。あ、はい。一回確実にレポートは、ね、あの見逃す。外すがいいかな。なんかそのエンジンから宿舎前に入るときは絶対光ります。エンジンから宿舎前に入る。あ、エンジンから宿舎光る。エンジンから宿舎前に入った後に左に行ってるみたいな。まあそもそもおかしいか。東屋さんとは宿舎前と、エンジン入るとこぐらいですれ違って。で夏目ヤーマン東屋のマジで同時押しぐらいのタイミングだったんで。なんで、いやそう、なんかヤーマンさんみたいに停電だからようわからんの方が自然なのかなと思っちゃったね。夏目先生の視野は若干広いかなって思います。夏目の若い動体視力これ。俺のこと年寄りやからな。なんか すごい情報を落としてくれるからこそ、なんですごい見えてた。いや見えたの、見えたのね。東屋さん変装したよね、お着替えから一緒に。死ぬ東屋さん死ぬ。入れないですか。ヤーマンさん入れたいかなって思う。え、夏目入れるんだったら腹いせにヤーマンさんも入れて。え、てかなんで終わったの。夏目先生かなっていう。なんでこうなったの。ワンチャンじゃ千早さん、ヤーマンさんは無理です。はい、確実に落とすなら千早さん入れてください。だけど東屋さんだと。やばい、お疲れ様でした。すごいことになってるもん。え、見てください、この色、この色、ほら。ごめん。え、なんで、見逃したやろ、一回。見逃してない、見逃してない。サイト3人探してた。うわー、ごめん、やっちゃった。あ、ガチ、いや、でもあれ。ガチクルーの殴り合いだったか。いやー、マジで欲しい。いやー、夏蓮たちは金庫室から出てやべって思ってレポートしたようにめっちゃ見えちゃった。申し訳ない。やばい、まあ、これじゃあ千谷さん。え、待って、これガチガチやばい。え、千谷さん、千谷さんですね。うーわー、終わった。わかったな、死ぬ。いやー、怖。はい、死んでる。サントスさんの死体コックピットあって、まあほぼ千谷さんだと思います。はいはい、一応コックピット入るタイミングで千早さんとすれ違ってレポートって感じですかね。逆の主張です。
あーなるほどそれだとよかったです一応僕チャイヤさんとサンドさん入る前にコックピット見てて、一人だけアーカイブヤマンです。証拠強行にあその人も白で OK で、ムツーさんが弾けるかって不安だったんですけど、チャイヤさんが乗ってくれるなら、はい、アドミンでキッチンで情報があります。キッチンからセキュリティの炎に抜けた多分ムツーさんの鍵が11人早くだったもう行ってない。ちょっと待って、あの僕ちょっと待ってください、あの停電でカチカチバトルした誰かと、はい、ヤマンです。どうですかこれで。僕は停電ますどこでですか。展望です、展望、左下の展望でやりました。でも勝ち合ってるのは間違いないです、ヒカクさん。はははは勝ち合ってるのは間違いないです。あ、じゃあまあどっちしてもチャヤさん、僕はチャヤさん、チャヤさん僕って感じですかね。まあ夏目先生も結局千早さんまでって言ってたんでって感じなんですけどね。やっぱ僕も僕知ってるもん、うん、そうだ。コメントをブロックされた人いたらメールか DM に、まあ、DM は送れないか。メールに容疑者に入ってないぐらいしか言えないのと、まああとはヤーマンさんを今のターンアーカイブで見たってアドミンで白弾きしたぐらいですかね。そうだな、比較さんあんまり今までのキル怪しいの、そうですね、このキルなかったです、うん、はい、ぐらいしか終わり勝てるかな。すいません、僕がもうなんかすごい強靭ムーブしたような気がしますジャックル残ってねえか、ジャックル残ってねえか。危ねえ、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 いやー、チャーさん申し訳ねえ。いやー、申し訳ない。スパイで全然モテます。伊豆さんがジャックルなんだ。最後惜しかったんだけどな、帰ってくんのか。いやそうっすね、怖かったんでやらしいな、はい、やらしいな、やらしいじゃなくてナイスです、ナイスです、ありがとうございます全然やらしくないわ、ナイスです。ミーティングにタスクしに行くかすっごい迷って戻って、あーよかったって感じでした。おお素晴らしい、いや素晴らしい。あー伊豆さんはアルマックスに殺されたのか。僕アルマさんをサイドキックしようと思って追いかけ回してたら死にました。惜しかった。僕はベント見られたと思って追いかけ回して殺しました。勘違いだった。え、それは脇どこですか。ん、伊豆さんは別に脇どこでもいいんじゃね。あれ、パンク、僕です、僕アーカイブですよ、アーカイブです。それはパンクが悪い。そうですね。そうなの？てかメインのど真ん中にいたのに誰からも死にいないの逆にびっくりした。やばいマジで誰やばい誰にも会ってないって言いながら。普通に俺も怪しくなると思う。全然分からへんかった。死んで解消しましたね。あぶねえ遠野さん。よかったね。白白ローラーだったんですよ、ね。殴りかかってきたのはあなたでしょ。いやなんかね、いや左に行ったように見えたんですよ、先生。左には行ったと思います。死体探してたんで、死体と犯人探してたんで。いやだからあの時やばかったなマジで。死体場所ってどこだったんですか。ちょい右？ちょい右ですね。はい、宿舎前のちょい右。宿舎の右か。ちょっと距離でしたね。光らないのか。いや光ってはいましたよ通路から。で、あのワンチャン犯人見えるかなって言って死体と犯人を探しに動いてた。あー、まあじゃあまあ次行きますか。はい、はーい、お願いします